どうもこんにちは、折り紙 Z です。はい、今回はこのね、リスの折り方を説明していきます。はい、で使う材料は折り紙1枚です。はい、では早速折っていきましょう。はい、まず三角に折り筋をつけます。で、もう三角に折ります。で、そしたら真ん中にこの合わせて、こんな感じで、はい、このように折ったらこんな感じで平行になるようにね。だって重なるように、この辺同士がなるようにこのように折ってください。そしたら後ろの半分にこのようにパタンってね、畳みます。畳んだらそのここのあれだな、はい、いや、ここのこの部分使って大パンするくらいの勢いで、もうギュッとギュッとギュッと、これ折り筋、この折り筋はとても大事なので、ギュッとやってから開きます。そうするとね、あら不思議、言わんばかりのすごいな、この折り筋すごいですね。まあ、そしたら、このようにパタンって折ります。パタンって折り筋使ってね。で、そしたらこのさっきのまた折り筋を使ってこのようにできますよ。で、半分に折ります。で、そしたら縁をね、合わせてこのように折りますよ。はい、このように折ります。そしたらこの部分ずれてんで、この線同士つながるようにこんな感じに折ってください。そしたらこの角を戻して、こっちも折って出して、よし、このように戻します。そしたらまたこのように折って、後ろ半分にバタンって倒します。で、そしたらこのカードを、ここ難しいですね、こう角をこうやって畳んで、ここをここの部分、ここをやって持って、それでバッタンって倒して、ね、ここをバッタンって倒してこのように折ります。そしたらこの手らしき部分を、こっち側もこのように折ります。あれ、ちょいミスかもしれない。よし、これでいいな。はい、ここもね、なんか平行になってたらですね、さっきの部分やり直してください。そしたらついてる折り筋でもパタンって倒しちゃってください。
感じになる。この上に立つように。で、そしたら角をここの後ろに、難しい。ちょっとこうやって重なってもいいんで、このように折ります。そしたらここをね、倒す倒す。で、倒します。はい、そしたらください。そしたらね、そしたら、さっきのところをまた戻します。なんかすごい、これも生き物みたい。はい、これで完成なわけないです。はい、でこの部分もまあ恐竜みたいな感じでこのように折ります。そしたらさっきの折ってた部分をこのビラビラを戻します。で、戻したらまあこれ手ですね、やっぱ。こんな感じで折っちゃってください。こんな感じで、そしたら角をまた上に、できない。こんな感じでちょい角度をつけて、かぶせた折り筋でこのかぶせ折りっていうんですかね、このてください。そしたらまたこのかぶせ折りか、このように折って、で最後ね、足ですね。一回このように内側に折ってから、ちょっと間を少し開けて、間を少し上げて、こう、これでね、ちょっと下手でもごめんなさい。これでリスの完成です。まあ、なんか結構難しかったけど、まあちゃんとしたリスですね。はい、はい、今回も見てくれてありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。